どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の新名哲郎でございます。なーに始まりました。吉本新喜劇新名チャンネルでございます。よろしくお願いします。なーにの時の声忘れてましたね、これね、この手忘れておりました。すいませんでした。今日皆さん見ていただいて本当にありがとうございます。さあ今回なんですけども、久しぶりでございます。祇園花月からお送りさせていただいております。ありがとうございます。いやね、本当に今回はですね、また、祇園花月さんご協力のもとですね、もうなかなか撮れない舞台の裏側ですね、撮らさせていただきましたんで、本当にありがとうございます。祇園花月さん、本当にいつもね協力していただいて、前回に、祇園花月のこの新喜劇のセットができるまでの動画、お送りさせていただいたんですけど、結構前ですね、だいぶ前なんですけどね、今回はですね、そのセットを逆にバラすバージョンでございます。セットをねガーンと組んでるところから一つ一つバラしていきます。その模様を、しっかり動画で撮らさせていただきましたんで、ぜひそれも、楽しんでください。あ、こうやって新喜劇のセットってこれ直されていくんやと、奥の方に直されて、そして今このコロナの時代でございますから、祇園花月さんもしっかりとこれ除菌してますので、まあ、舞台もね、除菌してるところとかちょこちょこ映っていくと思いますんで、そちらもね皆さん、安心して祇園花月さんはこうやってね、しっかりやっておりますよという、ところを見せていきたいと思いますんで、今回ちょっと短めの動画でございますけれども、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。そんな感じで祇園花月の新喜劇のセット完成してできるところから直すところまで、どうぞいい旅でお願いします。さあ皆さん、今ね祇園花月の、新喜劇終わりまして、こうやってね祇園花月で消毒しっかりしましてですね、今から新喜劇のセットがバラすところでございます。すごいんですよ、これ撮らさせてもらうてなかなか難しいですから。今回のね新喜劇セットは花月旅館ということで、これをね、はい、はい、全然、はい、大丈夫です。すいません、お願いします。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、映さないんで。こんな風にほら小道具とかね、バラしていっております。こうやってね、すごいですよ。で後ろのね幕もこうやって上がっていくんですよ。後ろの風景がねあったんですけれども、ほら後ろのやつ移動しましたよ。後ろのやつも移動しました。後ろのやつも移動して、ほらすごい。ちょっと後ろ行きましょう。後ろね、ほら後ろの方ね、バッと畳んでるんですよ。こうやってすごいですよ、これ。ほら先あった向こうの方のね、かき割りですが、あれもなくなって、後ろにこうやって持ってきてあります。はい、こっちの方もなくなりましたね、あっちゅう間に。まず側からやっていくんでしょうね、外側からね、外側やっていって、ほんとこのまま生かしてやってもいいかもしれないですね。ほらもう向こう行きましたよ。ほらここなんかインディアンスって奥に書いております。ここね、こっからみんな、これ椅子あるでしょ、この椅子からね、さっきの入り口ありました、ここから出てきたりとかするんですよ、新喜劇の舞台に。皆さんここでスタンバったりしてます。今ちょっと寒いので電気ストーブとかねありますけれども、さあどん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 解体作業始まっております。今回これ1回目公演なので、それ終わってまたこれ片付けて、漫才さんの漫才のね、セットも組み立てないといけないということで、めちゃくちゃレアですよこれ。皆さんほら、大きい舞台もいよ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 、これが一番重いんかな。すごい、女性の方もねぐっと持ち上げていって、さあ最後に新婚さんたちがこの受付を、運んでいきます。ね、今こうやって客席も今一通り、消毒が終わりました。
4ヶ月の舞台からの景色、あ、皆さん舞台からの景色も見ね見ときましょう。舞台からの景色もこんな感じなんですよね。いやもうすべて消毒作業終わりました。はい、さあそしてこういう小道具を全部運んで、あ、後ろに運んでいくんですね。そして舞台上もこうやって綺麗に消毒してくれてはります。いや嬉しいですねこうやってね。あ、その後にモップ掛けもするんですね。さあ舞台の消毒も終わりまして、こうやってね次の2回目の公演の漫才のセットでございます。でこうやって照明もねチェックして照明さんがやっておられます。あ、1回目はバンビノなんですね。これが漫才のセットでございます。すごいね。こういう感じでね漫才さんのセット組まれて2回目の公演に備えるということで、いやーね本当に貴重な動画撮らさせていただいてほんま幸せですよこれ。皆さんもこんな感じで裏側見れましたね。ではエンディングでございます。お願いします。さあというわけで皆さんいかがだったでしょうかね。こんな感じでね、あれは1回目公演終わりやったので、だから次2回目の公演がありますね。2回目の公演はまだ漫才から始まりますから、またね一からこの漫才さんの出囃子というね音楽が流れて、コンビさんがこうやって出てくるんですけども、それまでの音楽とかあと照明ね、いろんな照明とか合わし直してまだ2回目の公演が始まるという、そういう流れになってるんですよ、ね、皆さんなかなかこれは裏側見れませんので、本当にいい貴重な動画を撮らさせていただいて本当に祇園花月さんありがとうございました、ね、またよかったら何か、祇園花月で動画撮らさせてください。何かやらせてください。またいつでも2月行きますからよろしくお願いします。というわけで、今日は久しぶりに、今日の祇園花月からお送りさせていただきました。いや皆さんまたよかったらね、今日の祇園花月も今大変な時期でございますけれども足を運びください。よろしくお願いします。土曜日日曜日と、やっておりますのでよろしくお願いします。というわけで今日は以上でございます。最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。また明日さよなら。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな哲郎でございました。